この錠剤の名前発表します。はい本当だ。え、人緊急で動画を回してます、はい、桜子ちゃんが昨日から鼻水と咳で病院行ってきました、はい、熱はないです、はい、桜子ちゃんはいつも夜夕方以降目痒くなるから目薬ももらいました。でこのね貼る咳止めシールテープでこの薬3種類ね結構飲むよ今回。これは2個で一番多いのから行こうと思うんだけどこれ。はい、アリサちゃんのこの咳がすごいね。薬。これ塗り。あ、そうアリサちゃんがあれだったんですよ。まさかのその治らなかったやつ。もう一回病院行ってみたら水芋でした。この首とかさ口の周りね。ね。で水芋ってさちっちゃい時になるんだって。一回治ったらもうならないらしいんだけど。アリサさんはね、なったことなかったから、うん、なってしまいました。でも誰でもなるのかな。え、桜子なってないよ。そうだよね、うんうん、で、まさかのこの720粒、はい、一回、今日、え、違う朝と夜はい、4錠ってことは1日8粒はい、で、これね、噛めるやつなのよ、うん、アリサちゃん、噛んでもらっていいですか。甘いって言ってたよ、はい、1日8錠はい、1回食べる。はい、4錠用意してやります。1個噛んで食べてみて。甘いって言ってたよ。え、甘いってラムネみたいに。うちラムネ舐めて食べる。どう？プリプリ。あ、なんか蜂蜜の匂いする。どう？なんか甘い。あんまり。でもちゃんと食べないとというか飲まないと。8錠あるから。これアリサよりちっちゃい子も、うん、お水、はい、アリサより小さい子もこれちゃんとポリポリ噛んで食べてるよって言ってたよ。飲んでいい。はい、じゃあ薬だと思うからさ。そうだよ、あれで。お菓子だと思う。普通になんか グミとかさ、だから甘いキャンディーだと思えばさ全然噛めるよ。それが舐めてみた。漢方漢方薬品。この錠剤の名前発表します。はい、コタロウ。本当だ。え、ショウタロウ。コタロウって書いてる。こっち、うん、何が、あー、コタロウか。コタロウです。何が、もう無理。コジロウみたいな。コタロウ。はい、じゃあ桜子ちゃんもちょっと飲んでってください。水持ってきて。コタロウ漢方製薬株式会社です。面白いよ、コタロウだって。コタロウっていう会社が、うん、できるんですか、うん、すごい。お、すごいじゃん。入った全部。すごい。もう3年生になったらすごいね。コタ。すごい。すごい。すごいじゃないですか。次これ。苦甘です。え、アリサの薬はこれ噛まなくてもいいの？うん。でも、飲むの大きいからさ、うん、みんな噛むんだって。ちっちゃい子飲めないから。え、見せてください大きさ。うん、でかい。これ、あ、結構大きいよこれ。匂いはない。いや、匂いはね、するよ。する。ちょっとね、甘い感じ。蜂蜜、蜂蜜っぽい匂いがする。美味しいよきっと。はい、蜂蜜飴だよ。まだ飲み込む。え、はい、飲み込む。頑張って。飲めた。いけんじゃん。え、桜子さ、昨日さ、錠剤飲んだけど、こんなでかいの無理だった。無理です。アリサ、錠剤得意なんだね。今回、チャンネル登録、いいよ、聞こえる。また見てね。